どうも、ゆるざです。それでは動物の森やっていきましょう。今回はそうだね、前回なかなか集まらなかった鉄鉱石を集めてきたので、こちらの方を譲渡するのと家のローンの支払いをしたいなと思います。いやー大変だった。しかもよくよくない、提供って言うけど何ももらえないんだよね。提供しまーす。ほいほい、はい、どうぞ。いいえ。お、これでやっと揃ったね。いやー、やっと。それでお礼なのですが、施設代が揃ったおかげで建設の準備が整いましたので、立役者であるウルザさんに、ぜひ僕たちのお店の場所を決める権利を申請させていただきたいんです。場所だけか。了解。さあ、立てますか。どうせまた戻ってくるんだろうね。そうだね、前回の博物館に続いて、でもなんだかんだここが家でしょう。ここら辺でいいかな。お、綺麗に収まるね。うん、ここに決めちゃおう。さあ、お店の場所を決めて、暮らしが便利になる予感と、さあ、あとはローンを返そう。はい、ゆるざさん、お店の工事看板を立ててくださったんですね。明日には開店できるように大急ぎで工事を手配しますので、お楽しみにしてくださいと。よし、じゃあ次はこっち。さあ、タヌキ開発マルチメディアタヌポートでございますと。ATM。 さあ、お金をね、ローンの返済、所持金から全額一括。はい、ご利用ありがとうございました。ということで、お金もたまったね。いやー、一気になくなった。やったー、うちのローン全部払い終わったー。これで一応マイレージが、祝ローン完済1000、ローンの卒業生。どうせ今からまたローン組むんだろうな、いつもの展開だとね。ほい、どうもどうも、エルさん。ほいほい、どうもどうも。いいえ、ちゃんと払ってくると思ってたんだな。まあね、ところで、今のうち広さ的に満足してたの。いや、狭いね。おお、そうなんだ。そうだね、もう借金地獄に入るから。借金地獄になるからな。結局マイホームの相談だね。お部屋を広くするのおすすめです。一桁増えたな。まあまあまあ、お願いします。じゃあ工事の手配を進めるからね。あ、そうだ。お、いいタイミングだね。槍の色変えれるんだ。でも、あれなんだよね。結局、オレンジがないんだよね。そうだね。空港が緑色だから、ちょっと緑色してみようかな、今回は。お、これで明日あれだね、明日やることほとんどないね。てか明日にならないとないね。
だって今回たぬき開発でこれ売店でしょ、家が増築でしょ、に博物館も増築とで、マイル旅行を結構してて、マイル旅行で人が多分3-4体ぐらい、なんかあれかな、声かけしたんで来る可能性があるんですよね。なんでとりあえず今日はすることがないので、明日にならないとっていうところね、ここら辺がやっぱ動物の森っぽいよね。まあ、あとは、まあ、それもちょっと楽しみなんだけど、お金のなる木もね、今植えてるんでね、これ育つのちょっと楽しみにしながら、ちょっとね、明日まで待ちましょうか。じゃあ寝て待とう。さあ、タミキスさんから報告なんですけど、なんと本日フータさんという方がエルザレットに仲間入りしましたと。フータさんはエルザレットの生態系に興味を持たれて調査のため移住してきたんだなも、島の皆さんにもぜひ調査にご協力いただきたいということなので、興味がある人はフータさんのテントを訪ねてあげてね。そしてうちのスタッフであるマミキチとつぶきちのお店が本日ついにオープンしただなも、あ、やっとこれで鉄鉱石から小さいお店ながらも雑貨から家具まで暮らしに役立つ商品を日替わりで取り揃えているだなも、営業は朝8時から夜10時まで、営業時間外でも不要品を買い取る便利な買い取りボックスはご利用いただける。まあとりあえず24時間営業はなくなったってことや。ブラッキーやったもんな。ほんとブラッキーやったもんな。昨日まで。商店がオープンした記念に、たぬきショッピングをアップデートして、新たにカタログサービスを発、お、カタログサービス。お客様個人個人が所有購入されたアイテムの履歴データをご覧にいただけるようにしたんだ。あ、それですか。市販のアイテムならカタログが直接オーダーすることもできるから、ぜひ活用してくださいね。たぬき商店コーヒー。あ、今回みたいに施設に関係する重要な発展があったときは記念にセレモニーを行うことにしたんだな。もう、セレモニーあるんだ。なるべく多くの人に参加してもらいたいから、時間と興味がある人は案内所まで参加の申し込み来てちょうだいね。よりによって放送中に、あ、ちょっと笑い方が、笑い方が、そして短期開発の簡単の移住プラン。どうもどうも、はいはい、もちろんだな。もう、お、これはもしや、あ、終わりかい。本日の島内放送はこれでおしまいだな。もあ、どうもお待たせしただのも、今から詳しく説明を。おーってことはまだまだ、ってことでセレモニーがあるらしいんで、昨日の夜のうちにいろいろとやってたんでね。はは、あ、これはいいや。ほい、ありがとう。ハッピーホームアカデミー。こちらもだね。16,629 ポイント。ランク B おめでとうございます。今回おうちの評価1万点を達成されましたので。うり。エールザレッツの皆さん、毎週日曜日の午前に皆さんの島へ株売りに行きます。日曜日の午前。日曜日の午前午前そしたらとりあえず置いといて、そっか、株
株が、そうか、もしゃあない。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。よし、おお、近いな、焼きに近いな。そう、どうした、あ、違う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 、どうしたどうした、さっき来たけど、どうしたどうした。こんにちは、テンション上げてるか、どうもどうも、おしゃべりしよう。毎日パトロールしてるからな。お前食われる側だからな、ハムカツ。さあ、ちょっとレイヤーにも話して、セレモニーの話をちょっと聞きいきますか。さあ、レイラちゃんはどこかな。こういう時に、あ、いや、分かってるのはあれか、家だけか。結構ね、うろうろしてるから見つけるのそれなりに大変だよね。ここもね、やっと風太くんが来たから片付けられるしね。あ、いたいた。とりあえず話した。そしたらセレモニー。ゴルフバッグあったっけ。はい、どうもどうも、エルダさん。コルチ広くなってしょ。ごめん、まだ見てない。ということで、19万8000ベルのローンを組ませていただきます。タヌポーズからか。でもね、やっぱ、まあ、広くなったから置いただろう。電話が来たね。ほうほう、はいはい、お任せください。家具付きの立派な一軒家の移住プランご用意しますだ。へえ、はい、少々契約の準備が必要です。おお、また新しい人が来るんだね。うん、まったね。移住募集のここずっと出してたんだけど、なんとなんと、ここに移住希望者がいっぺんに3人も、あ、そうだね、3人声かけたもんね。おめでとう。そうなんだもん、ありがとうだな。ただね、ちょっと困ったことが。家から持ったから。ああ、もう完全に家を建てろってことが。一軒家の移住プランもありますな。3軒はちょっと多くね。しかも広さもさ、足りないよね。やめろやめろ、そういう目で見るなお前。そういう目で見るなお前は。手をそうするな。やばいな。手伝ってもらえないかな。お金、任すといて。まあ、絶対言ったからな。一生言ってたかいな。ほいほい、何を。んじゃ、早速聞こう。そうだね、先にセレモニーの参加の話をしよう。行こう行こう。
いやタイミング悪かったな。それではただいまよりたぬき商店の完成セレモニーを取り行います。わーパチ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 、ありがとうだろも。なんかエプロンっていうか腰のやつはなんかそれっぽい感じがするね。ほんと何もない無人とあったエウザレットだけど、皆さんの中でだんだん盛り上がりつつあるだろも。ではここで完成したたぬき商店を代表して豆吉とつぶ吉の2人に挨拶をしてもらうだろも。それじゃあ豆吉つぶ吉一言ずつお願いするだろも。エルザレットの皆様、皆様のご協力のおかげでこんな立派なお店を捕まえることができました。兄の豆吉と2人で力を合わせて切り盛りしていきますので、たぬき商店よろしくお願いいたします。24時間働いてほしいな。ブラックだよね、子供にさせるっていうの。次にたぬき商店の建設に多大な貢献をしてくれたエルザさんに島民を代表して一言いただきたいだろう。それではエルザさん一言お願いするだろう。やったね、めでたいね、あっぱれ。ここ自分で書けないのか。働けって言おうとしたんだけどな。やったね、うん、そうだね、あっぱれにしとこう。顔うんうん、本当にその通りだのも。エルさんどうもありがとうだのも。では皆さん最後にあれの準備をお願いするの。記念写真撮りたい人はシャッターチャンスに。ああ、ここはこれなんだね。たぬき商店完成のお祝いと僕らのエルザレットのわささ発表を願いましてよー、ほい、ありがとうございました。これで今回のセレモニーは閉会となります。皆さんお気をつけてお帰りください。さあまずは一つ、じゃあ次は風太くんの方かな。あ、ちなみに服装とか新しく作りまして、そうだ、全然そこら辺行ってなかったな。スプラをしてる人ならわかるっていうギアにしてます。あとはそうだね、そんな感じだね。どうもどうも、ほい、あ、もうさっきので風太くんのとこじゃないんだ。マイホーム間に合っては何をすればいい？そうだね。橋？はあ、橋か。そうだね、十分な土地があるか心配だし。そうだね、行き来はどうにかしないとね。橋を架けるために基礎を DIY で作って架ける場所を探してほしいんだなもと。はあ、DIY なんだ。橋の工事キットレシピを送っただなも。そもそも橋の工事キットを作ったらそれを使って実際に橋を架ける場所を決めてちょうだいと。橋を架けるの少しコツがいるからよくわからなかったり、困った時はまた聞きに来てちょうだい。へえ、コツがいる。それじゃあよろしくだなも。さあどんなのなんだろうね。まさに橋。まさに橋。丸太の杭、粘土、石。丸太の杭はこれね。はあ、石、粘土、あ、取ってこようかな。そしたらちょっと風太くんのところに行って、さあね、まず風太くんのところに行ってちょっと家の中片付けて、それからだね。商店街にも行きたいしな。
まずちょっとアイテム整理やら何やらいろいろしよう。どうしようかな、風太くんとこいった話始まりそうだし、先にそっち行くのもありか。お、これはフライパン。フライパン確かに作ったんだけど、鉄鉱石をね、鉄鉱石使ってるからな。今はちょっとね、おお。君は、マミちゃんたちが無人島に引っ越すって聞いたときは心配したけど、想像してたよりいいとこで安心したわ。そうなんですです。本格的に暮らし始めてまだ間もないんですが、ふうたさんが来てくださってる僕たちもお店を組まれることができたりして、毎日の変化が楽しいです。です。ですしか言ってねえな。それは何よりやね。それはそうと、今日はうちも何か役に立てることがないかと思って様子見に来たんだ。お店の開店祝いも兼ねて、うちら姉妹にできることがあったらぜひ協力させてもらいたいんやけど、何かあるかしら。誘ってくるんだ。キニオさんが訪ねてくださっただけでも感謝の気持ちいっぱいです。です。あ、でも、お前速攻思いつくよな。どうしたん？この島はまだ物流が十分じゃなくて、生活に必要なものはまだまだ通販に頼りがちなんです。こうしてお店を構えたことで、機械製品の家具については手に入りやすくなると思うんですが。ああ、そうだね。衣類に関しては確かに、全くルートないもんね。仕入れるためのルートがまだ見つかっていなくて。ああ、なるほど。それやったらうちらに任せてちょうだい。今日この島を訪ねてみて思ってたより近いことも分かって、近いんだ。これからちょくちょくこの島にうちらの商品を売りに来させてもらうわ。へえ、じゃあ服買えるんだ。いいね。いいんですか、そうしてくださる住民の皆様には喜んでもらえると思います。ます。もちろん。うちの商売させてもらえるんなら、願ったり叶ったりやもの。早速家に戻ってお兄ちゃんと相談してみてる、してみるわねーと。服作ったけど、買えるか。あ、どうもどうも。かわいいな、ハリネズミ。はい、お待たせしました。お待たされました。はい、ウルタさんのおかげでこうしてお店をオープンすることができました。いやーね、あの、それだったらちょっと負けてもらおうかな。おう、たぬきち社長がやっていた店の名前を譲り受けて、たぬき商店にしました。まあ、まんまだね。ご覧の通り DIY では作れない市販の家具の販売と、あと奥の戸棚や道具などの雑貨に加えて、お家用の壁紙や床板も扱っております。はははは。コーヒー気に。安くならんかな。これはツールボックスか、ツールカート。欲しいけどまだいいかな。ちょっと待った、隣が気になる。これリアルじゃね。農具の着物、いや買ってもいいんだけどね。まずちょっと家整理してくるね。それだったら。で、これが、あー、これがあの、いつも、おお、すごい、スパイダーな傘。スパイダーメンになれるわけやね。パチンコ、チャレンジ。しょぼい。壁紙、ラッピングペーパーか。スパイダーな傘。自分で使ってみたいね。まあ、1個でいいかな。とりあえず使ってみたいなーって。チャレンジ DIY。 お金で買う分にはね、全然いいんだよね。それではチャレンジ DIY レシピのレシピデートエルザさんのスマホに転送しますね。そんとそれいい商売だよね。はい、登録できました。新しいレシピもっともっと DIY とお楽しみくださいね。
いいかな、とりあえずこれで。ありがとうございました。ストーカー並みについてくるそんなついてくる。ちょっとレシピ見てみようか。まあでも最初こんなもんだよね。さあ、小さい DIY 作業台、あーなんかそれっぽい雰囲気のが作れるわけか。あ、コンポ、ほう、ロッキングチェア、壁掛けの葉っぱ、やっぱ雑草使うね。ではありがとうございましたね。さあ次、風太くんのところ行きますか。あ、違う、これその前に売ろうと思ってたな。いらないものを、いらないものを、こんな感じでいいかな。これ値段こうやって見れるのいいよね。あ、キリギリス、バイオリンですか。お、ということは、あ、違う。シャベルを、えい、羽のある木の、本当やね。で、ここにもう一度穴に埋めると。で、風のなる木の幼木と。さあ、風のなる木の幼木、これで、おお、育ってるね。2本目。結構ね、金作はしていかないとね、地道だけどね。いろいろ儲かる方法はあるけど、地道が好き。さあ、風太くんところへ。あれもこの辺りだって。テントか。へえ、ちょっとお邪魔します。狭っ。風太くん、お久しぶり。はじめまして、私風太と申します。メザレットの生態系に興味持ちまして、調査のためにやってまいりました。もしあなたはこのテントの場所を決めてください。エルザさんですか。そうです、そうだよ。やはりそうでしたか。いやはや、おかげさまで無事移住することができました。調査のためとは申しましたが、私この島で博物館を建てて永住する決意で。いや、すごいね。新種の虫や魚が発見された際にはぜひこちらにお持ちください。あ、じゃあもういいんだ、このまま預ければいいんだね。博物館が完成した暁にはたぬき地経由でお預かりした生き物含め展示いたしますので。君もまた問題持ってくるね。どうやら開館の期間をもらうためには展示品の数が足りないようなんです。少しの間でとりあえず箱だけ作るなんてことも日常茶飯事だったんですが、最近はさすがに厳しくなったようで。ちなみに私のプランとしました、虫魚以外に化石の展示室も作りたいと思っているんですよね。見たところこの少年、川の向こうにも土地があるようですが、ああいう未開拓の場所にはロマンと化石が溢れていると私は思うのです。化石だったら2つぐらい手に入れてるよ。ふむ、ほほ、無人島生活っぽい、いいアイデアがあります。お、どうぞどうぞ。あ、その色いいな。スマホの色変えれたらいいのにね。お、へえ、高飛び棒ここか。
スコップこのタイミングか。そうね、爆発させてるけど、あと展示品は15種類だね。了解。そしたら、15種類ぐらいだったらちゃっちゃって持ってくるわ。いやー、やっとスコップと高飛び棒が作れるようになるね。じゃあちょっとこの辺りを持っていきますか。いやー、15と言わず50くらいだもんね。全然いいよ。とりあえずこの辺に飾って、これも一旦置いといて、これも置いとく。下はちょっと置いとく。置いとく。この辺に飾る。この辺に置く。これも置く。あとは、行く場所がない。とりあえず、がっつりね、持って行ってあげないと。さあ、これもこの辺に置いて、粘土もこの辺に置いて、いやー、博物館。ただ気になったのは、博物館完成の数いった瞬間渡せないとかね。さあ、風太くん持ってきたよー。ふい、寄贈する。おお、そうですか。何を寄贈してくださるのですか。ワクワク。まさか一個ずつか。ほほう。これは紛れもない化石ではありませんか。いや、私の直感当たりました。この島にあると思ってたんですけど、おっと。とにかくまず鑑定してみましょう。どれどれ。ふむふむ、なるほど。ほほ、少々判断に苦しみましたが、これはパラサウロロフスの尻尾で間違いです。尻尾、美しい、見事な化石ですね。このパラサウロロフスの尻尾があれば、博物館のオープンに向けて大きく一歩前進できるのですが、いかがでしょうか。あ、どうぞどうぞ。ほほ、どうぞどうぞ。まさかパラサウロロフスの尻尾、これほどいい状態見つかるとは。せっかくですので、せっかくなので、ちょっと解説いたしましょう。どういうこと。急いでるんで、目がもう言わせろって言わんばかりに見てるからね。じゃあお願いします。そうですか、そうですか、お任せください。それでは5本。嫌な予感がする。パラサウロロフスはですね、キュール時代の最後の方に登場します。頭の高さ1メートルもある空洞の骨で、それを響かせて鳴いていたみたいです。へえ。どんな鳴き声だったのか想像するだけでもワクワクしちゃいますね。まあ武器値より短い。さあね、見つかって完成した姿で返事できるといいですね。ありがとうございます。そうそう、それから、なるほどね、鑑定だけはどっちみちしないといけないんだ。お、発掘されたね。おい、はい、預ける。ワクワク、かわいいね。じゃあナマズ。おー、これはどっからどう見たらナマズですね。君、もしかして全部解説するつもりかな。
夜行性の魚です。肉食性でしかも大きな自分と同じぐらいのサイズの獲物で大きな口を丸飲みしてしまうんです。捉えた獲物を逃さないように100本の歯が全てが内側向いているだけなのか、あ、まだまだこんな感じでございます。はい、あ、でも生態系聞けるのはなんだかんだ結構好きなんだよな。結構動物好きで。さあ、どんこ、どんこですね。目つき目つきさあ、聞いてあげるよ。オオカバマダラ、あ、いえ、なんでもありません。ちょっと苦手なだけです客観的情報を伝えできる自信はあまりないのですが、それでもよろしければ一応解説いたしましょうか。してもらおう。あ、聞きますかそれではやっぱ風太くんの虫嫌いは残ってたんだね。そうだね、何千キロもね、旅する蝶だよね。へぇー、いや、まあいいよ。あ、気持ち悪い。あ、はっきり言っちゃったね。そうだね、それはちゃんと預かってね。はい、まはい、ということで15体渡したら、準備中に入るということで受付なくなりましたね。じゃあまたちょっとね、散らかして散らかしておかないとな。家の中どうしようかな、片付けないといかんよね。たいなっていうのもあるし、その辺りも片付けておこうかな。やっぱ圧倒的に片付けるものの量がね足りないよね。そう、いやー、それにしては寄贈するのは大変だったね。さあ、DIY しますか。柔らかい木材で、おお、ぴったし作れるね。切っちゃおうか。高飛び棒、やっとこれで幅が越えられるね。あとはこれが木材だったら何でもいいんだ。さあ、丸太の杭を一つゲットして、丸太の杭4つもいるのか。4つってことはギリ作れる。とりあえず今日1回木を切るか。で、木材を集めとかないと結構辛くなってきたね、素材がね。それでとりあえず作る。さあ、橋の完成で、もっとちょっとね作らないとね。斧が欲しいんだよね。しょぼい斧、しょぼい斧でいいか。いや、いいね。なんか服がね、作った甲斐あるな、やっぱ。じゃあ、橋をする前にちょっといろいろとね
整えたいこともあるんで、ちょっと素材集めいってこようかな。では素材集めにちょっと行ってきます。はい、ということで、いろいろ準備もできたので、早速やっていきたいなと。で、橋を架けようかなとかいろいろ思ったんだけど、橋を架ける前にちょっと探索したいなと思うんで、で、そうだね、この島を決めた理由がそもそも、この地図の右上にある骨の池なんですよね。あそこちょっと行ってみたいなと思うんで、行ってみたいなと思います。さあ、高飛び棒。おお、これは助かるな。意外と近かった。あ、しかもこんな風になってたんだ。あー、段差か。で、バラもあるっていう感じだね。意外と近かったな。あー、坂ももう一段階か。あの緑色のところはそういうことか。で、ここは池がある。あ、じゃあ、しょぼいスコップはなかったか。これでいいか。じゃあ掘ってみよう。お、化石ゲッチュン。そう、大量の化石が。この辺りはこんな感じか。なんか見たことないのがいるぞ。ほい。おー、ごまだ。あー、敵に来たか。ダウン。うん。じゃあ次。こっち側行きますか。奥の方にね。あ、石がある。石がある時は後ろ掘って、いやー、なかなか鉄鉱石は出なかったね。さあ、奥へ行くぞ。お、開けた場所に来たね。ないか。身を通れば抜けていけるしね。確かに島としては広いけど、まあ釣り場のポイントが変えれるっていうだけでもまだいい方か。それはクリスさん。そうか、次は盾が出てきたか。まあ単純に行動範囲が増えたっていうのはいいから全然いいんだけど。なるほどね。さあ、これで特にそれっぽいところはもう終わった感じか。早いな。そしたら、かけるのであれば
ここにかけるか。ええ、はしごかけちゃいましょう。アリーナ E。ええと。ちょうど良い長さで両岸がまっすぐな場所でないと。ちょうどいい長さ。ああ、これぐらいの割合ってことか。ここじゃ、ここか。もし洋服なら、ここか、ここ。こっちだな。奥だ。これ、ここダメ。ああ、できるね。うん、これで。想像してみる。こんな感じになると。そうだね、ここにかけよう。さあ、橋をかける場所を決めた。新しい土地への架け橋だ。さあ、栄光の架け橋ができるのは翌日かな。一日待つしかないよね。ってことは、大体またできることが落ち着いた感じか。もう今日は特にこれですることないから、素材集めだったりとかアイテム集めがメインになってくる感じかな。とりあえずちょっとタヌキチに話しとこうか。さあ、とりあえずかけてきたよ。はい、どうもどうも。うん、見つかったよ。設置できたよ。どうも。あ、やっぱ明日に山なんだ。橋がかかって一緒、島内の移動がうんと楽になるだもん。さてさて、いや次はお家の準備だろうね。また橋が完成してからでもいいから、時間があるとき何をすればいいか聞きに来てちょうだいね。じゃあついでに聞いとこう。さあ、何をすればいい。遊んでるんだけど、もう次の手伝いを進めてくれるんだな。それじゃあこのハウジングキット3つ持ってほしいだな。ほう。あ、土地を決めるんだね。へえ。核の準備をお願いするだな。必要なレシピもね。はい、よろしく。ほう。じゃあ今日やれるとこまで一気にやっていこっかな。さあ、レシピが増えた。5000たまったね。じゃあ3箇所設置しに行きますか。まず1軒目は、あー、狭いね。狭いか。広さ的に。ここはちょっとあれだな、この辺りかな。うん、そうしよう。さあ、どんな感じになるかな。多分庭の範囲も入ってるんだよね。はい、OK。 さあ、まず一つ目。ん？スマホが鳴っている。はーい、もしもーし。たぬきちなのも、こっちさっき調子はいかがだったのも、一軒見つけたよ。安心したのも、
それから持ち主の中が経営者の前に置いてあるボックスを確認してちょうだいね。室内用の家具、屋外用の家具、ちょっとお家の周りいい感じに飾ってほしい。屋外用は外か。お前、材料くれるとかしてくれないんだな。ねえ、まずここ。じゃあね、次。2号地は、もうちょい左で。これ多分右の梨の木がなくなりそうな気はするけど、あ、意外と大丈夫だったね。 OK。 さあ2号地の建設予定地決めた。とまた電話。はいはい、はい、どうも。うん、何度もしつこいね。何何、お花を作るリースもあるんだけど、保険がたくさん咲いてるから必要なら登って積んでくるといいだろう。あ、へえ。はしごが作れるようになるわけだ。さあ、石月中成功して、3軒目がこの池のこの辺りも悪くはないよね。広さ的にどうかな。お、意外とぴったし。じゃあここにしよう。左右の通路が通れれば OK かな。 OK。 さあ決まった。さあ問題は1号から何が必要かだよ。見えず室内用の数をチェック。梨のクローゼット、梨のベッド、カメ。石、石、物干し。ああ、あ、置けなかった。これ正面からじゃないと作れないんだよな。あ、はあ、梨のベッド。亀。亀。亀はちょっと、はいはい。え？次が？梨10個に木材5個。はあ。赤いバラ、白いバラ、黄色いバラ。これは戻れば作れそうだね。バードバス。ああ、じゃあこの辺りある程度作らないときは木材も切ったりとか、梨がで だいぶ必要だな。ああ。そしたら。メモだけしていこうかな。じゃあちょっとメモしていきます。
そしたらですね、結構素材を集めないといけないような感じなので、まあ今回切りもいいしここまでにしよっかなと思います。まあ結構意外と梨を使うことになるとは思いもしなかったけど、まあ、ただ無人島でね木材だったりとかいろいろ集めてはいたんで、そこまで気にしなくてもいいかな。花は特にねもうゲットしてあるんで、うまいこと使っていこうかなと思います。いやでも梨20使うか、置いてある梨使えば20軽くいきそうだけどな。問題は木材なんだよね。買えるわけではないからここがね、めっちゃネックな気がするが、なんだよ、ごめんね。まあまあそんな感じで、次回は、ちょうど作り終わってからかな、作り終わって設置するところ、納品するところから開始しようかなと思います。で、次回、そうだね、次回多分1日またぐ感じになるかな？またいで、そもそも建物を変えないと話が進まないところだったりもするんで、まあ、そんな感じになるかなと思います。まあ、もうちょいしたらいろいろと洋服だったりなんやかんや自由度が上がってくるかなという感じですね。島も思ったよりあ、ダメかいやまさかの蜂痛いね。いや気づかんかった。まあまあまあ蜂はね、もう出てきてなんぼやないね。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ちょっとね、最後蜂に刺されてしまいましたが、あとは次回続きはここからやっていきたいなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。